はい、どうも、平さんです。プロスピ2019、実況始めていきたいと思います。2020年度ルーキー全力育成編ということで、やってまいりましょう。4年目ですね。やっていきます。で前回、おさらいなんですけども、村西が、覚醒しております。かなり、使いやすく上がってきたかなと。球速も結構いいし、中継ぎということで、疲労回復もいいし、スライダー結構いいし、今逃げ球もすごい覚えそうなんで、結構ね、いい中継ぎになってきたんじゃないかなと思います。はい。ということで、そんで、オーダー設定を前、以前最後にしたんかなと。ここは全く開けてないな。はい。オーダー設定をしたかなと思うんですけど、佐々木朗希選手とか河野龍生選手をちょっと一旦下げまして、その覚醒を狙っていこうかなと思っています。多分使っていて、活躍すると覚醒が起こるかもしれないので、ちょっとね、いろんな新しめの選手を使っていこうかなと思ってます。で、この辺の、若手選手たちはどんどん途中交代して入れ替わっていってもらおうかなと思ってるので、代打、代走、もう守備でいいな。代打。こんな感じで、どんどん入れ替わっていってもらって、みんな活躍してもらったらいいかなと思いますので、はい、やっていきましょう。はい、どんどん進みましょう。もう覚醒待ちみたいなところあるから、もうガンガン進めたいなと。もう1回で1年ぐらい行く勢いで行きたいなと思ってますんで、はい、やっていきましょう。はい、で、前回ちょっと言い忘れたんですけど、コメントでちょっといいコメントをいただきまして、その全力育成に関してなんですけど、また次の時にちょっと言いますね。一旦さっきこっちの練習設定をしましょう。特にあれかな、いじるとこないかな。及川選手とかどうよ、後でいいか。でも250超えてもったから、同様先消すか。この辺9位ばっかなんですよね。9位が上がりにくくなってる人はいませんかね。いないかな。いなそうですね。まだ大丈夫そう。はい。海野選手が B まで来ました。したらどうしようかな。もっと上げる。守備練習しようか。東選手大気型どんどん上がってくれよ。お、みんな B になってきたぞ。ここからどう差がついていくかですね。ずっと俊也選手が、こんな感じで上がっていってると。勝俣がいい感じ。勝俣強いな。小深田選手も強いですね。石川選手もいいですよね。上林も強い。この辺もどう？上野選手とかもスピードがいい感じ。福田選手もこれ伸びてきますよ、多分。ガンガン伸びてるので。ミート型ですからね。ミートがこれからグイグイ上がってくるでしょう。ただちょっと三振がついてしまってるので、気になるところですが。で、ニラサ選手は粘り打ちを覚えて、ミート型なんでミートガンガン上げていこうと思います。川野選手、守備職に覚えましたね。そしたらもう守備マスターにするか。ね。森選手、竹岡選手も、ちょっと守備をもう少し上げようかな。あげようかな、もう少し。盗塁とかできる選手も欲しいんですけど、盗塁用のコーチがね、今ちょっとあれなので。高上選手も今いい感じだな。 DH マンみたいになってんな。柳山選手が総力91まで来ましたね。ちょっとじゃあ守備面を上げていきましょう。武藤選手もいい感じ。こんなもんかな。はい。一旦、ガンガン進めようかなと思います。
7月、6月末かな。6月で一回、様子見ましょうか。ちょっと、苦戦中だな。まあ、ピッチャー陣をちょっとね、落としてるので、入れ替わってるかもしれないですけどね。はい。お、育成選手。ちょっと、一人変わったぞ。ちょっと低めの選手を上げたいですよね。で、速攻上げしたいですよね。前選手ももうやから、変えとくか。正捕手が、お、全員超えた。いいね。投げ町選手とかももうすぐですね。そしたら、あ、全員や。もう全員やここのラインにいる。じゃあいいや。はい。では、村西選手。奥川選手、お、70いったぞ。ということはですよ。何あげよう。急速安定しようか。154が安定して出るのは素晴らしいですからね。こっち制球のがいいな。あんまですもんね、これ。村西選手はランナーか左か、覚えたのかな。急速安定かな。あ、逃げ玉か。逃げ玉やってたな。そしたら、脱三振取りましょう。球速上がらんくってる。そうしましたら、逃げ玉かな。他にそういうやついない？球速上がらなくなってるみたいなやつ。宮川もや。宮川も上がらなくなってるから、逃げ玉ですね。広木選手また何か覚えたな。ちょっとコントロールやばいかな。さっきコントロールかな。いやでも全然上がらんな。上がらんやつ上げてもしゃあないかな。まあ、球持ちとかそういう系を上げていくか。球速も上がる、球威上がる、球威上がる、球速上がる。鈴木健選手やばいですね。スライダーの9位、えぐいですね。これ強なるんちゃう？もう少し上がったら、球速が上がりやすそうなので、いや、こいつ強いぞ。前選手、うん、ホット選手もまだ上がりそうやし、千月選手、うん。この選手もすごいな。井上選手は、まあまあ、もう一個あげるか。よし行こう。また行こう。覚醒早々出てほしいぞ。出てたかもしれないですけど、気づかなかったですね。気づかないぐらいでしたね。なんかでも全体的に強いのはいたかな。あ、さっきなんか話途中だったな。まあまあいいや。外れたぞ。外れたけども新しく設定する選手はいなくなったんでね。柳町上がってねえなあと1だったのにな。うん。お、川野選手、川野選手やばいですね。えぐいですね。もうエースやな。これはエースやな。完投させるか。スタミナ上げよう。上がりやすそうなので、うん。横山選手がシュート回転スローサート、そんなんはいい。うん、9位。いや、上がりやすいけど上げよう。この後9制球上げていかないといけないなと。井上選手もね。野手はお、いいね。海野選手めちゃめちゃ上がってるね。D かなんかでしたよね。キャッチャー適正上がってる。これで防御率が良くなるんかな？キャッチャー適正上がったら。その辺があまりわかりません。勝間選手 CC まで来ましたね。打率260。小深田選手やばいですね。マジやばい。取り上げたいな。お、黒川選手何か覚えたぞ。
と、黒川選手は粘り打ちが欲しい。粘り打ち、粘り打ち、空いてる。よし。選手が、粘り打ち覚えたんで、連発かな。連発かな。パワータイプですからね。連発かな。小林選手連発覚えました。存在感かな。粘り打ち。空いてるなら行くか。上野選手、総力 A まで来たので、盗塁とか上がらんのかな？上げとくか。存在感。上野選手、存在感ですね。この選手は今、ミートがぐいぐい上がっているところで、ニラサ選手、粘り決めましたね。うん。パワーもう少し欲しいけど、先弾道上げるか。低弾道はちょっとな。弾道の、ああ、中弾道。この辺はもう少しやるか。すみません、存在感、広角打法。高部選手もいいっすね。海老名選手。何しようかな。広角かな。粘り打ち。小林選手守備上げてる。柳町選手も守備上げてる。選手もっと総力。パワーが出るのに連発が上がらへんという、なかなかめんどくさいパターン。はい。6月なので、ちょっと、今のね、現状を見ておきたいなと思います。森下選手。もう5勝7敗 2.84。2.84 なのに5勝7敗ない。西選手ちょっとやばいですね。これじゃダメだな。ちょっと入れ替えよう。誰かちょっと良さげな人はいないですか。手の選手覚醒してないからな、別に。こうしとくか。及川選手は2勝7敗 4.03。だな。奥川選手 4.36、3勝6敗。奥川選手もちょっと微妙ですね。亀井選手 1.33、お、すごいな。4勝5敗なんや、でも。1.33 で4勝5敗でどういうことやねんって感じやけど。鈴木宏斗選手は勝ち越してるけど 5.37。かな。宮城選手、宮川選手。どうなんでしょうね。入れ替わってんのかな、そんで、これ。全然入れ替わってない感じするけどな。ベストオーダー使わないにしたら入れ替えてくれんのかな。なんか全然入れ替えてくれへんな。野手。野手はなんかここがずっと使われてる感じしますね。みんな打率悪いな、普通に。普通に打率悪い。出てる？福田選手107打席は出てますね。ひどいな。ひどいな。どうしようかな。使用しないにしてみようかな。全部にぐいにぐいでしてるんやけどな。これで一回やってみようか。え、そうだ、使用しないにしたらどうなるのか。この辺もね、いろいろ機能いじってというかやっていきたいと思います。ちょっとさすがに負けすぎてるけど、これはね、試練なのでね、超えてもらおうと思います。くもり。前ユイト使ってみるか。及川選手に変わりましょうか。堀田選手も使ってみたいですね。浜谷選手頑張ってるし、鈴木宏斗選手かな。
松岡選手も使ってみたいな。そしたら防御率があまり良くない選手、坂本選手だな。西選手も少し変えるか。福森選手、あれ使ってた、使ってたかな。うん、いいよこれで。よし、これでいってみよう。野手海野選手がちょっと今落ちてると。だから山瀬が今上がってるのか。まあそれはそれでいいかな。石川選手悪いな、打率。黒川選手はあんまり良くないので、出てる人は出なくていいから、出てない人を出したいですね。やばいな。やばすぎるな。でもなんか入れ替わってる雰囲気ありますね。めちゃめちゃ入れ替わってる雰囲気あるから、いいか。はい。いいでしょう。コインも見たよね。一旦隠せみましょうか。隠せ。してないな。してないですね。してないんかい。して。して。まあ、進めていきましょう。はい。で、ちょっと先ほどちょっと話しかけてたやつなんですけど、コメントいただいてたのが、全力育成で、元々の、コーチ候補の選手を手動で成績を上げようと。例えば、内川選手2500本目標なんですけど、2500本までも手動で打とうと。いう、ね、提案がありまして、それちょっと面白いなと思いましたんで、まあ、いつか やりたいなと思います。はい。ということで、そのいいね、話があれば、ちょっとやってみたいなと僕も思うこともあると思うので、ぜひぜひコメントいただければ、参考にしたいなと思います。そうですよね。確かに1年目、めちゃめちゃ大変なんですけど、1年目、そこまでね、できたら、1年目に有能コーチが大量発生するかもしれないですからね。ちょっと気になる提案をいただいたので、はい。援護欲しいよね、奥川選手ね。勝ちがやっぱつかないと覚醒しにくいかなと、ピッチャーはね、思うので、どうだろうと。縦の選手はコントロール絶望的だな。上がらんのか。球威がでも上がりそう。球威上げるの好きなんですよね。まあ、もうお分かりかと思いますけど。球威上げるの好きなんですよね。関連しまだ上がるね、全然。ターンはちょっと覚えにくいんかな。通勤選手上がらないな。やっぱ、まあ、ここがね、難しいっていうか、上がりにくいゾーンではあるんですけど、海野選手すごいですね。もうここまでやったらいいか？もう呼吸と上げた方がいいんかもしれん。走力上がんの。こんな上げなくてもいいやな。で、もう今度はじゃあ、もう打撃系の能力を少しずつ上げていかないといけないですよね。片目打ち上がってるか。杉選手持ち上げてもいいかな。郡司選手はもう無理やな。限界やな。打撃シフトするしかないな。佐藤俊哉選手の速攻だ。見て上がってるけどな。上がってるけどって感じですね。なんかそこまで伸びがいまいちだな。紅林選手は何を覚えた、守備職人か。スピア型っていうのがな、しっくりこないな、紅林選手の。
盗塁とか取ってみるか。内野安打とか取った方がいいんかな。内野安打を取ってみるか。足早選手は内野安打で出塁っていうのもね、打率上げる一手だと思いますしね。小深田選手はミート A まで来たら、盗塁を少しいじりたいですね。インパリウチ、連発。取り上げましてる。存在感。遠藤選手、パワー型。連発、粘り打ち、固め打ち。流し打ちかな。プルヒッターかな。初球にしようかな。中段度今上げてる。難しいな。存在感、広角。打撃、広角。粘り打ち。守備、走塁、連発、なもんかな。こんなもんですかね。なかなか苦戦しておりますが、育ってこないな。上の方にも上がってこれないですしね。全然だな。厳しいですね。一番やっぱり厳しいですね。ルーキーたちをだけで行くのは。やっぱドラフト選手もいないので、この選手たちだけでやっていかないといけないなっていうのがやっぱり厳しいところですよね。そうですね。そんなにあれやしな。どうしたみたいな伏線もいないしな。濱家選手がじわじわ上がってはきてる感じはするけど、奥川選手がそしてあんまり上がってない感じはするけど。まあそんな毎回毎回ね、上がりはしないんですけど。ニラサー選手は粘り打ち覚えた。ちょっと覚醒した。気のせいか。中段で覚えたのね。ミートあげようかな。覚醒待ちすぎますかね、ちょっと。覚醒待ちすぎますかね。はい。まあ、最後までいっちゃいましょうかね。ラストまで。去年3位だったのにな。まあ、佐々木朗希選手とかを全然使ってないので、まあ仕方ないとは思うんですけど、覚醒した選手たちはね、もう、この1年、もう1年ちょっと育成に使いたいなと思うんで、お、野手がすごいぞ。やっぱりでも成長はしてるんですね。この選手ちょっと守備に変えようかな。トップバッター候補とかにしようか。ミートがね、上がりにくいんで、パワーはもういいでしょ。お、森下選手が何か覚えたぞ。そしたら、平らな。西選手は何が悪いんだ？これか。変化球か。打たれすぎやで。とか言う、負けすぎやで。援護あんのにこれやもん。合ってるんでしょうか。上がってるんですかね。なんか上がってる感じがあんまりしないですよね。選手連発を覚えた。ミート。右だけとか上げたら上がっていくかな。
代わりまで行くか。売ってんのか。7本、162打席しか買ってないか。そしたらまあ600打席換算やと4倍やから28本、まあまあ売ってるか。いいでしょ。よし、進めよう。もう特能にしていくしかないっすからね。はい、では次行きましょう。終わりきらんかったんか。11月あんの。はい、 OK でーす。はい、ではまあ最後までいきましょうかね。はい、まあ契約更改は最後にもう次回にしようかなと思いますので、今年はねシーズンをメインでやらせていただきましたので、2選手9位やっぱりいるよな。及川選手は球速かな。いや、特能持ち欲しいかな。でも153あればね結構いいかなと思うので、まああとかな。スタミナ上がってるよね。お、くもり選手まだ上がんの。スライダーの勢いえぐいな。9杯のにな。まだ上がんの。えぐいな、マジで。あ、急速止まった。止まってたんかな、ずっと。新内選手、急速安定ですね。鈴木健也選手も全然上がれへんけど。まあでもそのうち上がるんやろな。9位上がっていくのは強いですね。片目打ち覚えたから、ヒット率を上げる、ね、何かをしていくしかないので、粘り打ち。勝俣は275。うん、勝俣が一番いいですね、やっぱり。小深田選手がいいので、どうしようかな。盗塁って言ってたけど、盗塁上がるんかな。松田選手がさすがに辛くなってきた。いや、400本もうちょいのにな。お、紅林選手と黒川選手が。紅林選手は粘り打ち欲しいけど、粘り打ちあるん。相手ろ。黒川選手は、弾道かな。弾道上げた方がいいかな。広角、片目打ちも欲しいけど、連発だな。小林選手連発覚えたんで、じゃあこっちはチャンスとかにしてみようかな。ニラサ選手、お、ニラサ選手ミートめちゃ上がる、めちゃめちゃ上がる。遠藤選手も広角とか取るか。存在感取ったぞ、こっちは、ね、やっぱりいろいろ特色を出していきたいなとは思うので、威圧感までいくとちょっとやりすぎな感じがするから、時間かかると思うんでね。佐藤直樹選手はこれどういう能力、足速いしパーあるけどヒット打たれへんって。どんなんや。悩んだかな。おかしいかな。おかしいかな。高部選手もミートめっちゃ上がってますね。お、もう
藤選手もじゃあ盗塁いこうか。よし、まあこんな感じですかね。あ、最後に、あれか、タイトルを見ていきましょう。まあ取ってはないと思うけど、首位打者青木選手、おー、いいね。外が MVP、 まだ活躍すんの外、すごいな。トリオ京田選手、最多安打青木選手ですね。最高出塁岡本選手、最多勝西勇輝選手かな、うん。最優秀防御率が石田投手で、最優秀投手大瀬良投手と、勝率1位西投手、最多セーブ45セーブ山崎康明選手、で中継ぎ下本選手ですね。パリンこんな感じ。おー、打点を、盗塁を、安打。まあ、森選手とか言えばセーブがすごいですね。はい、という感じでございます。はい、まあうちの選手たちの成績はね、あんまり大したことないというか、見てられないというかだと思うんですけどね。森下選手9勝12敗 3.18、 9勝してるな。西選手はまあちょっとひどいですね。及川選手もちょっとやばいですね。奥川選手は頑張ってるけど、まあでも防御率はあんま良くはないかな。9勝10敗、まあ悪くはないですけどね。亀井選手8勝8敗。鈴木亮太選手 5.37。防御率がな。守備力関係ないんかな。ペタンしだすと思うんですよね。でもそろそろ。5年目ぐらいにペタンするイメージがすごいあるので。宮城選手もそこまで良くないな。ドラ1とは思えないな。という感じでございます。海野選手2割7分打ってるのよな。でも結構打ってるな。でも232打席ということは違う選手がいっぱい出てるということですよね。次選手、山瀬選手、お、みんな結構出てんな、いろいろ。勝間選手はすごいですね。275、80打点。まあこのパワー A とか CCA だったらもうちょっとホームラン打ってほしいけど、打撃上げなあかんのかな。それかな、弾道。お、小方選手3割打ってますね。松田選手、石川選手が2割3分。まあ15本打ってるのはすごいけど、まあもうちょっと頑張ってほしいな。紅林選手、黒川選手、うん、まあまあいい。ニラサワ選手も、まあミートが今上がってるところなんでね。青木選手はすごいと。はい、では覚醒ですね。お、お、杉江選手が覚醒してる。守備か、守備覚醒か。でもしかも、守備上げてってるから、そう、全然分からへん。分かりにくい覚醒。すごい伸びてるな。守備だけ上げてるから。いまいちやね、やっぱり。小森選手、やっぱすごい。9位で伸びてますね。全然いねえ。全然いねえ。はい。まあ、今年はあまり成長が見れる年ではなかったですが、まあ次回以降に楽しみにしたいなと思います。はい。それではまあ、またコーチ変えていったりしていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ありがとうございました。